あのな、お前みたいな女がこんなところで働けるわけないだろ。どうしてここにいるんだ。浮気相手と共にそう暴れわめき散らす夫。周りのお客さんはそんな二人を冷めた目で見ていた。傍から見ればただの迷惑客だ。いい年をしてこんな行動をとるなんて信じられない。もともと社会人として足りないところはあると思ってたけど、ここまでなんて。こんな人の妻としてこれからも生きていくなんて私には無理。痛い目を見せてやらなくちゃ。私の名前は彩香、30歳の女性だ。夫と2人で暮らしている。私たちは共働きで、これまで夫婦2人で家計を支え合ってきた。私は昔から海外の言語が好きで、大学も国際交流関係の学部を出ていたから、そのまま旅館の受付として就職した。夫もそのことは知っているが、具体的にどこの旅館で働いているかはあまり気にしていないようで、聞かれたこともない。夫はそれほどに私に対して興味がないのだ。それでも生活に困窮することはないし、夫婦仲が悪くても夫婦としてやっていけるのだから、それでいいかと自分を納得させていた。ストレスが限界値を迎えると、私は決まって旅館のおかみさんにそれを話した。おかみさんはとても面倒見のいい人で、就職してからいい成績を出している私にはことさら優しくしてくれた。けれどおかみというものはいつだって忙しいものだ。貴重な時間を私のために使わせるなんて申し訳ないと思い、遠慮していた時期もあった。するとおかみさんは私の方をパチンと軽く叩いて言うのだ。いい？彩香はいつも頑張っているの。そんな細い体で頑張って旦那さんに尽くそうとしてる。そんな彩香を支えようと思うのよ。だって彩香のおかげでうちの旅館は繁盛してるの。正直おかみさんの言うことは過言だとも思ったが、その言葉に本当に救われたのだ。私は仕事が大好きだ。どんなことがあってもやめたくないくらい。夫との関係がうまくいかなくてもそれでも。けれど悩みというものはそう簡単に尽きるものではなかった。夫は家事を一切手伝わない。結婚当初からずっとだ。初めはそれについて叱っていた。だって私たちは共働きだ。全ての家事をこなすには一人では限界がある。あなただって住みやすい家で暮らしたいでしょ。だから少しでもいいから家事を手伝って。そう何度も訴えたが、夫はテレビを見ながら私の言葉を聞き流し、あーとかうんとか生半可な返事しかしない。そして案の定、それからも家事を手伝うことはないのだ。ちゃんと話を聞いてよ。2人のこれからの話でしょ。どうしてそんなに興味を持ってくれないの。自然と毎日のように夫に怒鳴る日々が続くも、夫はいつも生半可な返事を返すばかりで、私の言葉が響く様子はない。それに余計にイラついてストレスが溜まっていた。何度も何度も私の気持ちを伝えても夫は受け取ってくれない。私の言っていることは至極当然のことのはずなのに、どうして一言も真面目に受け止めてくれないのだろう。日々そんなことに頭を悩ませ、どうしたら夫にこの苦悩が伝わるか考えた。けれどどんな方法をとっても夫が家事を手伝ってくれることはなかった。ある日、いつものように家事をせずにだらけている夫を見かけて大声で怒鳴りつけると、夫はソファーを立ちバンと大音を立ててテーブルを叩いた。いい加減にしろ。大声でギャーギャーわめきやがって。お前は子供か。こっちは仕事で疲れてるんだよ。家では休みたいんだ。嫁なんだから亭主のそういう気持ちは察してくれ。お前は本当にダメ嫁だ。亭主を敬うこともできない出来損ないが。その日初めて大声で夫に怒鳴られ、私はひるんでしまった。あんなに大きく低い声で怒鳴られたことは人生で一度もなかったのだ。あまりの怖さに何も言えなくなった私を見て、夫は満足げに息を吐き、もう寝るからと寝室へ戻っていってしまった。私はそれから夫に対して恐怖を覚え、文句を言うことができなくなった。そしてそれをいいように捉えたのか、夫の行動は悪化していった。夫に怒鳴られた日から数日が経つと、彼の行動は一変した。今までは9時頃には家に帰ってきていたのだが、それよりも帰宅時間が遅れるようになったのだ。遅い日は0時を過ぎることもあり、その上連絡なしに夕飯を食べて帰ってくることが増え、せっかく作った夕飯を捨てることが多くなった。あの時以来、私は夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫が異常な行動をとっても文句を言えなくなってしまった。明らかに夫の行動は裏があるのに、それを言及できないもどかしさ。私の心はとっくにボロボロになっていた。夫の行動に危機感を抱いていた。それが余計に私を追い詰めたのだ。せめて夫への疑いの気持ちが晴れればと思い、更新所に調査依頼を出した。けれど報告書には私の思い描いていた結果は記載されていなかった。調査員から渡されたのは、夫が派手な格好をした女と夜の街を歩く写真。2人は仲睦まじく腕を組み、ネオン街を歩いている。その行く先はそういう目的のホテルだ。もう言い逃れもできないほどの証拠を目にしても、私は結局それを夫に突きつけることはできなかった。もしこれを伝えて再び夫に怒鳴られてしまったら、もし今度は手を挙げられてしまったら、そう思うと怖くて仕方なく、結局私は前進できずにいたのだ。夫は何度も何度も私の気持ちを裏切っている。それはきちんと理解しているし、もう夫への愛情はないのに、離婚の話を切り出すことすらできなかった。連日の夫に対してのストレスがたまり、私の体は疲労をためていった。それでも仕事は本当にやりがいを感じているので、おかみさんに頼み込んでやらせてもらった。おかみさんがどうしても体の調子が良くない時に使うとっておきの化粧品まで借りてメイクをしてもらう。鏡を見てみると、クマもこけた方もきれいに隠れ、受付として働くには問題ないほどの仕上がりになったのだ。今はこうして隠すことができるけど、それは長続きしないよ。急げとは言わないけど、いつかは肩をつけなね。おかみさんは私の頭を撫でながらそう言ってくれた。いつだって頼もしい立派な人、まるで姉のような人。夫のせいで精神が疲弊しても、仕事へのやりがいはいつだって感じていた。毎日仕事をすることを楽しみに眠り、起きるとすぐに支度をして旅館に行く。どのスタッフよりも早く到着して、できる限りの掃除だってした。旅館のスタッフたちはそんな私のことをよく褒めてくれ、無理しない程度に頑張ってと声をかけてくれた。私にとって心の支えだったのだ。今日も頑張るぞと気合を入れて受付に立つ。うちの旅館は本当に立派なものだ。チェックインをしていくお客様たちはどの方も目をキラキラとさせていて、連れられた小さな子は早く部屋に行こうよと親らしき人の袖を引く。これこそが旅館で働く醍醐味だ。これからの安らかなくつろぎの時間をお客様に楽しんでもらう。そのために私たちはこの仕事を頑張っているのだ。玄関が開く音がして次のお客様に備える。するとそこに立っていたのは意外な人物だった。え？どうしてお前がここにいるんだ？そう、夫だったのだ。隣には興信所からもらった写真で見た女がいた。確か夫は今日出張に出ていたはず。なんとなく察していたが、きっとそれは嘘だったのだろう。私の姿を見るなり夫は顔を青くしたが、いらっしゃいませと私が声をかけると、安心したのか旅館に上がってくれた。2人の受付を済ませ、スタッフに2人の案内を頼むと夫が声をかけてきた。お前さ、どんなコネを使ってここで働いているわけ？そう言って夫はキラキラと笑う。どうしてそんなことを言われてしまうのかわからず首をかしげていると、私のそんな態度が気に食わないのか、夫は大声で私を怒鳴りつけた。あのな、お前みたいな女がこんなところで働けるわけないだろ。どうしてここにいるんだ？どうして俺の言いたいこともわからないんだ？お前は本当にダメな嫁だ。夫はそう怒鳴り、私に向かって手を振り上げた。大慌てで男性スタッフが駆けつけ夫を取り押さえる。すると浮気相手も暴れだした。私たちは客よ、それなのにどうしてこんなひどいことをするの？2人の大声が玄関に響く。次のお客様ももう来ていて、異様な様子に焦っていた。どうしよう、これは私のせいだ。私がちゃんと彼らの対応ができないからこんなことに。騒ぎを聞きつけたのか、おかみさんが玄関にやってきて瞬時に状況を察し、私の肩を優しく叩いた。いい機会じゃないの、言ってやりな、あんたの本心を。おかみさんはいつだって私を支えてくれた。そんな彼女に背中を押されれば、どうしてか今まで見ることのできなかった前を見据えることができた。2人の行動は本当に子供じみたものだ。この旅館はそんな客のためにある場所じゃない。おかみさんが大切に守ってきたこの旅館をこいつらに汚されるなんて耐えられない。現実を教えてやらなきゃ。お客様。私はにっこりと笑みを浮かべ夫に声をかける。夫は腹立たしげに私を見つつも話を聞く姿勢をとってくれた。私はそんな夫に淡々と現実を伝える。私はこの旅館がまだ成功していない頃からのスタッフです。おかみは私のことをかなり気に入ってくださり、こうして働いております。私がここで働いているのは自分の努力でその地位を勝ち取ったからです。失礼ながらお客様のように一切の努力をせず与えられるものに甘えっぱなしのようなお方には不似合いかと存じます。お客様のような方のご利用されたお部屋を清掃するのはスタッフ一同も心苦しさを覚えてしまうので、どうぞお帰りください。私の言葉に夫は顔を真っ赤にさせ、それが客にとる態度かと怒鳴る。以前ならひるんでしまって声も出せなかった怒鳴り声。けれど今私は一人じゃない。私の言葉を合図におかみさんが前に出てスタッフへ合図する。すると夫と浮気相手はスタッフたちに連れられ旅館を追い出されていった。おかみさんは私の頭を優しくなで、よく頑張ったねと笑う。家では夫に太刀打ちすることができなかった。大好きな職場だからこそこうして頑張ることができた。本来はきっとこういったことは良くないことだ。それなのに次を待っていたお客様すら私に「お疲れ様です」と優しい声をかけてくれた。誰もが私の味方をしてくれる。それがどれだけ嬉しいことか。このことをきっかけに私は夫との関係に終止を打つ準備を始めた。私はそれから一時的に実家へ避難することにした。すぐに動き出すこともできはしたのだが、おかみさんが「まずは健康な状態になってからにしな」と言ってくれたから、しばらく療養しようと決断できたのだ。仕事には変わらず行っているが、おかみさん含めスタッフみんなが私を気遣ってくれ、顔色が良くないねなんて声をかけてくれるようになった。少しずつ元気を取り戻していく。夫につけられた傷が癒えていく。温かな日常を過ごしている一方、夫はひどい目に遭っていると聞いた。うちの旅館は高級旅館として有名で、その分旅行業界に顔が広い。夫と浮気相手の所業はすぐに業界に広まっていき、彼らの宿泊を受け入れる旅館は減っていった。せっかく浮気旅行の計画を立てても肝心の宿泊先が見つからない。どれだけお金があってもそれを利用してくつろぐことはできない。正直ざまあみろと思った。夫やあの浮気相手のような人間には暖かな場所でくつろぐ権利なんてない。これから先もずっと彼らは旅行をしづらいだろう。いい気味だ。数日経つと夫から怒りの電話がかかってきた。そりゃあそうだ。どこの旅館に予約をしようとしてもすぐに拒否されてしまうのだから。絶対にお前の差し金だろ。どうしてくれるんだ。電話口でそう怒鳴る夫。面と向かって怒鳴られているわけではないからか心は落ち着いている。私はそんな夫に離婚を突きつけた。離婚届は郵送するから出しておいてくれと。売り言葉に買い言葉とでも言うべきか。夫はそっちがその気なら離婚してやるよと言ってくれた。肩の荷が下りた気がした。こうして私は自由になれたのだ。夫と離婚すると同時に私は慰謝料を請求した。浮気をした証拠はたんまりあるのだから当然のことだ。電話をした時に慰謝料の話を聞いていなかったために元夫は多額の請求に驚き詐欺だと連絡してきた。それでも慰謝料は支払ってもらわなければ。だってこれまで彼にはたっぷり傷つけられたのだから。払う気がさらさらなかったのか向こうも弁護士探しをしたようだけれど、どうにも分が悪い案件に門前払い。ようやく評判の悪い弁護士を捕まえたものの敗訴。結局多額の慰謝料を私が望む通り一括で支払うことになった。どうやら元夫の浮気相手は旅行が大好きだったらしい。それなのに夫と行けば旅館に泊まることもできず門前払いをされてしまう。自分の趣味を満喫できないような人間と一緒にいるつもりはないのか。浮気相手は元夫を簡単に捨ててしまったらしい。元夫は浮気相手が相当好きで、私と離婚したら彼女と再婚するつもりだったそうだ。そのために準備もしていたらしい。しかしそんな彼女と連絡すらつかなくなり、かなり落ち込んでしまったという。それこそ仕事が手につかないほどに。元夫は浮気相手にも捨てられ、その孤独感に耐えきれず両親と頻繁に会うようになったそうだ。今までと態度の変わった息子に疑いを持ち、ご両親はそこでようやく彼のしたことを知ったらしい。元夫はご両親にこってり絞られ、挙句家の敷居をまたぐ権利を剥奪、絶縁宣言までされてしまったらしい。頼りにしていた親からも縁を切られ、正真正銘孤独になってしまった元夫。かわいそうだが、これも全部彼のしたことのツケだ。数ヶ月後、そんな元夫から連絡が来た。最後に話した時とは違い、その声は塩らしい。内容としては復縁をしたいとのことだった。お前がいなくなってから、お前の大切さに気づいた。俺が愚かだった。頼むからやり直してほしい。俺にはお前しかいないんだ。お前はずっと俺に寄り添ってくれた。それに気づけなかった俺をどうか許してほしい。内容をざっとまとめるとこんな感じだ。時折すすり泣く声も聞こえたから、相当精神がやられているんだろう。私はそんな元夫に言い放った。悪いけど、あなたのような人間の底辺とこれからやってくなんて無理。これからは一人で頑張ってね。私の言葉に元夫はそんなこと言わないでくれと言っていたが、すぐに電話を切り、連絡先を削除してやった。こうして私は晴れて自由の身となったのだ。あんなことがあってからも、私は毎日大好きな旅館で仕事をしている。なんなら元夫の件が噂になり、それを聞きつけてお客さんが来るほどだ。お姉さんが噂の名物フロントさんですか？写真いいですか？なんて言われることも多くなった。その分旅館は繁盛し、おかみさんも嬉しそうだ。私なりの幸せをつかむには、私一人では難しかった。心強い仲間がいたから今がある。助けを借りて得ることのできたこの幸せを大切に守っていこうと思う。